エストレモスは、ポルトガルのアレンテージョ地方エボラ県、エストレモス自治体にある町、ボルバヤビラビソーザの町とともに、大理石によって世界的に知られている。大理石には白、クリーム、ピンク、灰色や黒の筋が入ったものがあるが、とりわけピンクは、需要が高い。古代より彫刻材や建材として使われ、スペインのメリダにある、 世界遺産の競技場にもエストレモス産の大理石が使われていたとされる。航海士によってアフリカ、インド、ブラジルにも輸出された。ジェロニモス修道院、バターアリア修道院、アルコバッサ修道院、ベレンの塔にも使われた。現在で元口の階段など、至るところに大理石が使われており、道路にも大理石がはめ込まれている。ホワイトウォッシュとして住宅にも塗られる。 ポルトガルはイタリアに次ぐ世界第2位の大理石輸出国だがその85%はこの地域で産出されるイーエスポスチュマスという音楽グループの曲名にもされた中央広場にある大理石で作られたマヌエル様式のサラシ台。16世紀初頭に建てられ20世紀に復元されたありがとうございます